しい。え？あっち。ここに入っ、ここ全体がぬるくなってるだけで、そりゃ暑いだろ。暑い。暑いね。だからここ暖かいんだ。こっちの方が温度高いね。うん、ここはあったかい。向こう行けば行くほどぬるくなんじゃない？あ、冷たい冷たい。冷たいっていうか、まあぬるい。ああ、そうだね。向こう行けば行くほど、そっちはあったかい。ここいいね。すごく広い。今日ここにする？え？ここにする？岩竹行かないで。おい、こっちあったかい。ここがいいよ。これなんかさ、濡れてるように見えるんだけど濡れてないよね。木がさ、なんか濡れてるように見える。濡れてないよ。あったけ。ここがいいや。あったかあったか。何度ぐらいなんだろうね。50度ぐらい。どうした？何？なんかケツ湿ってるよ。湿ってる湿ってる。湿ってるって。湿ってる。え、見てよ。湿ってない？本当？じゃあ行こうか。湿ってる。タオル持ってくればよかった。まあサンダルだけどさ。あ、あぶねえ。え？うん。足湯は10時から利用できますだって。え、足湯は10時から利用できます。何時までなの？ん？ 5 時まで？足倉山あれか、うん、足利用時間10時から午後5時ごろ、5時ごろ。
何誰の声あ、なんかおもちゃが、おもちゃもあるし、いい、バドミントンができんじゃん。これ。埋蔵金の歌らしいよ。ドッグラン。ああ、そこか。ね。ドッグランもあるし。ツバメ写真撮ってあげようか。最高。あ、これピーマンじゃない？ピーマン。ピーチじゃないよ。ピーちゃん。おう。お、スタンプがあるよ。長州くん、深山ちゃん、観光マップ、あれと違うの？こういう地図のやつってなんか最近あんまないよね。民泊忍者になれん。集団ストーカー犯罪って何？集団でやるってこと？やばくない？集団ストーカー犯罪の初めて聞いたんだけどね、集団でするってどういうこと？道の駅吾妻郷、天狗の湯。あ、なるほどね、
け。お、玉ねぎでか。16。蜂蜜入りらっきょうだって。安いよ。安い。安いよ。ブルーベリーだって、なんかさ、プラムってすごい書いてあったんだよね。プラム？うん。なんかいろんなとこに書いてあった。あ、あ、クバデザインいらな。三本セット。三本セット。でも1本150円だから3本セットだとお得ですよ買うでしょ、うん、あそこに1本そう150円だから徳川埋蔵金のだからさっきなんか音楽流れてたのがそういうことでしょう、うん、なんだっけ徳川の隠し財産だっけ？そう、どういうやつ？なんかそんなの聞いたことない。あ、キャベツサイダーとか言ってよ。キャベツサイダーってなんか気になるんだけど。248円も。500円ぐらいするやつ買わされたから。こうだね、ほらで買えば徳川の家紋も入って、うん、でもキャベツサイダーが気になるんだけどキャベツサイダーキャベツって胃にいいんでしょつまがいそうなキャベツ、うん、ちょっとこれ飲んでみたいな、うんじゃあこれとコーラ。うん？これ駄菓子屋に売ってるやつだ。しょっぱい、しょっぱい系。初めて見るんだけどキャラクターだってうんダルマ2号音楽だよニンニクが売ってる
マウスも太っ。朝の味、朝の味。そう、ちょっと気になったのがさ、うん、そう。ここの通りとこっちの通りどう違うの？なんかね、こっちは普通の多分トイレなんじゃない？うん、で向こうのはなんかね、いろいろできるらしい。なんか。そう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 。ローラースキー遊具の仕様を検索します。ああ、そういうことか。そう、なんかね、このライダー用スノコって何？ライダー用スノコ？いや、俺も見たんだけどさっき。意味がわかんない。てかシャワーがある。ライダー用スノコが意味がわかんない。ドッキング台っていうのはあったの？くさ。ライダー用スノコの意味がわかんない。なんだろうね。どういうことなんだろう。